はい、2020年5月5日英語物語大成イベント日替わり復刻、本日はドイツやっていきますってことなんですけど、これ今日ちょっと待って、成績からまずいきましょう。ドイツだった、しまったな、あれ全然考慮してなかった、違う、今日スペインだ、ドイツじゃないわ、いや、あんた勘違いしとったね、ドイツじゃない、5月5日スペインだね、いや、ちょっと待って、スペインだね、いいよね、そうだね、ここぐらいだね、入れるとしたら、あ、しまったし、よかったよかったよかった、何を冒頭からとぼけとるということで、とりあえず成績見てますよってこと。そうだね、今日5月5日だもんね、こうのもの日だもんね、火曜日ですよね、なんで私6日と勘違いしとったんだろう、お前いつもずっと休みだってあれだろう、勘違いしとんだろう永遠の休みだな、永遠の大学生だな、いや、まあそんなことはさておきまして、成績的にはこんな感じでいきまして、昨日が35の20で折り返しまして、本日が52の30、ランクが変わってないね、ということはそんなに大差ないってことか、52の35だから17の10、よくないね、6割ぐらいですか、変わってないってことだね、そういうことですね、そういうことでデッキ的には右に見えとる感じなんですけど、もう完全にもう見ての通りですよね、いや、エトナさんで遊びたいから無理やり入れて、ほかほかに余ったところのコスト的に入れてみて、で結局最後はこれやっぱ蘇生のがいいんかなって、毎度のね、私のおなじみのというかお気に入りというか、どうしてもなんか性格的にへそ曲がりなんで、蘇生とかなんかみんなが使うようなやつを避けたがってこれを入れとったんですけど、そんなにあれかなって、普通に蘇生でもいいんかなって、なんか単純にで、コスト的にどうしてもね、なんかメリハリつけるじゃないけど、エズナさん使ったりするとやっぱここら辺をね、あの四国のね、出っ歯軍団じゃないけど、出っ歯に見えるよね、これ仮面なのかな、これって、これ見えません、ずっとあの仮面ライダーのあれだよね、ショッカーみたいだね、ヒーヒーって、まあそういうのさておきまして、そういうのさておきまして、エトナさんも悪くはないけど、あれだね、進化パレンケもうなんか育てたいかなって、なんか色気が出てきたね、あのあれですよね、自分が何使い出して人が使っとるの見ると、使ってみたくなりますわね、あの他人の食べとるものと美味しく見えますわね、同じカップラーメンでもね、あの目の前の人とかね、あの身内とかね、親しい人が食べとるとなんか美味しそうに見えますわね、そんなのと一緒ですよね、あれ進化パレンケどこ行った、でも実質的なあれで何役立つっていうと、エトナさんのあれだろうな、いや属性の有利があるから耐えるのもありますしね、で別に何進化パレンケ使ったからってあれ全部守れるわけじゃないもんね、ただこれ使ったか、あれどこ行った、進化パレンケいないな、私持ってないんか、そんなことないよね、使った感覚では、あ、おったおった、これが5000いくつなんか、確か体力が、火力はそんな出せんけど、使った感覚では向こうはレストラン使ったんですよ、レストランのがなんかあれだね、あの輝く場面があるね、まあまあとりあえずはね、これでやっていきましょうということで、デッキはこんな感じで、初手はもう完全あれですね、あのユカさん無視してもっていうか、エトナさん入れるもんどうしてもこんな構成になっちゃったかな、ここを中心に先に決めちゃったんかな、であと余ったコストで順番に見ていっただけで、まあとりあえず行きましょうということで、レッツラの、そうだね、コスト的にあれだもんね、121台で、面白いは面白いけどな、これぐらいがでもあれか、風がおると微妙か、でもまあまあ輝ける場面でしょうね、っていうかエトナさん別にあれだもんね、高コスト無制限いっても十分使える存在だもんね、火でね、火限定なら特にあれじゃないですか、それ水とか入ったら関係、別に風がおったってあれだもんな、防がれるとか考えたって、出てくるわな、浴衣な、初手ここも考えたんですよ、確かにね、あるわな、あるもんな、費用対効果として、さてさて、打ったね、そこまで、でもこれぐらいの火力だったらユカさん気にせんでもいいかなって、コストが80とか90とかだとちょっと火力的に吸われるもんでっていうのはありますけど、これぐらいならあんまあれかなって、個人的には22残したか、さすがあれだな、メルコ先生は残るな、あれはな、抜きにくいもんね、火で6割でも6000だから、朝ちゃんとかじゃないと抜けんよね多分ね、朝ちゃん、クマウタンぐらい。多分、あの、あれあれ。私が使っとった、湘南ボーイのこの色違いの方。これだと多分抜けんよね。多分そうだと思うんですよ。なかなか相手当たってないで、たげてないで分からんんですよ。あら、やられた。ここで出っ歯だね。しれっと出っ歯が。さてさて。こういう時ってあれだね。非常に変えにくいよね。
非常に買いにくいよね。いや、どっちみち使っても使わんでも多分やられると思うんだけど。水に変えたか。難しいとこだろうな。あの、あれでしょう。向こうの火があれだと思ったんじゃないの、多分。やってくると思ったんでしょ、多分。微妙なとこだよな、これはな。一概あれだな。うん、まあ、結果オーライとかありますけどね。これで火やってくるか。これで火吸われるな。もう俺押さんでもいいわ。押しても押さんでもまあいいんだけど、ここら辺はな。耐えるとは思わんけど、一応ね、まあまあまあ、まあまあね。あの、確率として追っかけとかなあかんでね。地味にあれか、水辺のがあれか、難しいとこだな、ここら辺な。あれがあるからでしょ、要はあの、メルコ先生が吸うからでしょ。メルコ先生本来はでも使い方的にやっぱここら辺だろうな。これよう見るね。これよく見る。これよく見るわ。うん。うん。あの、よく見る。よく見る。よく見る、これ。水変して要はあれでしょう。名前のあなた、ビッセルだったかで、全体攻撃するってことでしょう。そうしたらあれだもんね。ゴー先生も抜けれるもんな。スルッとスルッとね。属性不利にはなるけど、結果的にでも火に叩いた方がいいからね。そういう風になるわな、どうしてこだ。あれが継続がね、2ターンぐらい継続すると割とめんどくさいとこあるんだけど、さてさて、さてさて、これもまた嫌いなやつだね。だって黙ったでしょ。ちょっと黙っただけ大体ね、うーんって見とるんですよ。スペルが似とるだけなんかあれ、あの、嫌悪感を示すというかさ、あのね、ちっちゃい子供がなんか嫌いな食べ物を給食で出されたような感じ、そんなイメージですよ。本当に困った顔して、うーんって眺めとるのかもね。あ、で、発音してくれでいいんですけどね、押すとね。ああ、それがなかったらきついね。ゴーがかかっとるで地味にいい展開か、割と。うん。さて。こっからが私、全部魔法がないでな。向こうだとここに、あの、レストランが俺で割と遊べるんですけど。ヘッドださ、そうだな、これがな。高コストであと見たいね。今だと中低コストの中間ぐらい。なんか日本語としておかしいんですけど。そこぐらい行くとね。初めてこの 100% 素質で使った私、多分。うん。あの、使ったことないと思う。これってさ、どれだった？あの、いや、違う。あの、私あれなんですよ。B 同士があるかないかで迷ったんですよ、これ。あの、ING じゃないんですよ。B 同士で迷ったんですよ。後で見とこう。あれ、ほんと嫌い。あの、二者択のやつ。あの、あれ。あの、一番嫌いなやつ。あれありますが。あの、あれあれ。あの、バイとテル。あの、何々バネにてありますが。全自身のあのあれバイトってるあれ強力にあかん。あれあの解説のなんか見てもあの日本語から根本的に Thanks あのあれいかんわ。解釈にたどり着かん。あれスペルの問題じゃないね。バイトってる本当にあれあかん。でね、意外にね When と Where ありますがいつとかどこ。あれもね頭混じる。頭悪いでしょ私。いつとどこのあの解釈、あの特に日本語和訳とかで。いや別にこれいつじゃなくてどこでもいいじゃんっていう風になるんですよ。なるんです。ちょっと見とくわ。これもそうでしょう。間違いとでしょう。あの完全あれなんですよ。 B 動詞があるかないかで迷っとるんですよ。選択肢としてこれで完全迷っとるんですよ。このユーストピア、あのあるものだったと慣れていると B 動詞があるかないかです。なんでこんなあれだね、紛らわしいというかあれだ、作ったんだ。 B 動詞があるかないかでね。これ日本語に訳すとこういう解釈だから、英語のまま読むとどういう解釈なんだろうね。二分の一と私本当弱いわ。だからそのテールとバイ、あれはあかん。あれ本当にあれ要注意だわ。あれは本当にあのね、時間までにはとか、本当二分の一が弱いな。宇宙飛行士とかあのあたりがそろそろちょっとね、タイミングあるでしょ。ちゃんと200も、あ、曜日別やってない、いかん。これ押すとかは曜日別やってないで忘れるとかで俺やっとかなあかんってことで。ということでどうですかね。初めてやね、これ多分私使ったの。アロマシャワー
シャワー、あ、我々はシュワーだね。シャワーじゃないね。カツレレだね。炭酸みたいにしてからね。いや、ほんとあれだ。初めて使った。蘇生系なかなか使うもんな。ていうか、GO でもあれだよ。なかなか使ってないんだよ、多分私。そんなメインで。入れるのがなかったんだろうね、やっぱね。どうしても攻撃寄りにしたいんだけど、これ先にポコッと埋めちゃうとコスト的にね、出っ歯入れたりするとあれだもんな、他足りんくなるので、まあこんな感じになりまして。勝ち負けで言うと、ちょっとこれはあれだろうね、もうちょい、エトナさん使うはいいにしても、他のとこもうちょい考えた方がいいやろね、多分ね。成績の通りだよな、昨日と変わってないってことは微妙ってことだもんな。とまあね、そんな感じでいきまして、とりあえずね、例によってね、アカウント変えていきますということで、はい、ということで、チェンジ。はい、ということで、例によってアカウント変えてきまして、当然ね、同じ人がやってるのが、まあ、似たような構成でね、湘南ボーイとデッパーは似たようなとこなんですけど、最後もソース入れてね、これもね、初めて使ったね、カウボーイもね。でもね、こっちもやっぱそうなんですよ。先にここを埋めた。その前にあれか、成績見ていきましょうか。レストランを埋めた。50-32。昨日よりランクが上がっとるね。上がっとるってことはいいってこと？ってことは、17-10。別に良くないね。そんな良くないですね。17、16割ぐらい変わらんね。ランク上がったの誤差の範囲が、そうだね。17だもんね。17、10だよね。そんな良くないですね。変わらんね、向こうとね。私意外にエトナさんの方が良くて、こっちの方がそんなにあれかなと思ったんですけど、そこまであれなんだね。でもこれやっぱあれだね、面白いは面白いね。ただハマった時が何でかく見えるもんで、自分的になんか過大評価しすぎるけど、成績的に見るとあれかな、使い方が私悪いんかな、ここに入れなあかんかな。ここだと結構水変があるもんでやめたんですよ。本当はここかなと思った、セオリー的には。なんであれだもんね、パレンケとか絡んだ時に、まあそこも疲変とか、まあこのコストでそんなに出てくるかと言われるか微妙ですけど、ただでもこれやっぱり検討として分かりましたけど、耐えるね。これぐらいこそ耐えるね。司令となんかポトーンと一人であれだもんね、立っとるもんね。もう耐える耐える本当に。これも地味に私使わんかったですね、この手のね。コスト的にどうだろう、20以下ぐらいで全員回復とこの微妙なところ。ばあさんとかね、あそこら辺使うの。小林先生は不思議と使うんだけどね。火の方はあれか、他に 100% 回復とか俺でそこを選ばんのかな。コスト的にまあまあこれがあれかなって。ここがもうちょい落ちとるとね、そうだな、火を避けたくてここ風にしとんですけど、落ちが足らんか、凸か、凸が足らんか。コスト的に言うと、あとなんかユカタン私性格的に合わんもんな。で、これ入れようとするとコストでかすぎるもんね。まあこんなとこっすかね、とりあえずね。とりあえずまあやっていきましょうということで。意外にあれだね、深海トナさんじゃなくて普通のエトナさんそんなに見んかったね。まあいいや、でやっていきましょうということで、レッツラドン。とにかく本当レストランで遊ぶってとこですよね。クララ先生いますね。ここかな、でも本来で言うと。ただあれだな、しつこいけど、その変化がね、水変があるから、そこを食らった時に仕事シーンというか、要はあれですよね、ボタンを押したいだけですよね。ただ単にね。ただ単にね、ただ単にね、そんなとこですよね。さてさてさてと。書店ももうちょいあれだな、そうだな、新潟のあれもわかるわな、コスト的にそうだな、この20はでかいよな。どっちにしろ、ただメルコ2人おるか、めんどくせえな、全員食らうか、全員座れるか、どれやっても座れるか。参ったね、参ったね、誰も緑がおらんだ。これ何、私、この問題見たことあるんか、なんか覚えないんだけど、ガイド欄見て、うんと思ったで。さてとどうでしょう。座れるか座れるか。ちょっとメルコ叩きたい。あれ叩けんかったってこと？ちょっと叩かして一発。一発一発叩かして。6000いくつはやっぱ無理か。ちょっと待って、叩かしてください。見たいな。どれぐらい？あかん。一発目じゃなかった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 。どうでしょうどうでしょう。このね、一発目早押ししたい時ってね、結構ね焦って押してね間違える時ある。分かる問題じゃなくても、あ、分かる問題でも。どれぐらい出るなら水になったらであかんな。4400か、苦手属性で。まあまあまあ、これがいかんな。木の芯な、木の芯な、ここがな。うん、本当はメルコ叩きたいんですけど、せっかくあれだもん、スキルがいきんもんな。水に火炎かったか、火炎かったか。
座れるもんな、そこら辺はな。ここもそうだな、メルコの後これ絶対出すだろうね。生き残る確率高いか、吸うもんな。っていうかメルコめんどくさいな、残っとるよ、残っとるよ、あのメルコは。いかんのじゃないの、あれ。俺が叩くぜ、俺が叩くぜ。俺が叩くぜ、これちょっと悩んだな、一瞬悩んだな。うん、あ、向こうはあれか、そういうことか、そういうことか。っていうか初手のメルコにあれだな、スキル使わしてかんな、めっちゃめんどくさいね。それがあるとか、そうするとメルコのあれか、ここはでも9高くなる。そんでパレンケが、あ、でもこの手のパターンの人結構見た。多分あれさ、あのあれ、これこれ進化パレンケも多分これ7の7なんでしょうね。多分そうだろうな。メルコは7の7の人多いんじゃね、多分。この前の協力イベあるしね、チョコでもガチャできるしね。あれぐらいの性能なら私があれだな、チョコ使ってもいいと思うな。集めれんかったら。それかもう最初からチョコで集めちゃうからね。集会を捨てて。それぐらいのレベルだと思うから。パレンケそうだな、あれ。1200ぐらい与えてあんだけしか減ってないもんな。さて、この組み合わせがいいんですよ。この組み合わせが、この組み合わせだね。うん、これですね。これですよ。これですよ。やっとあれだね。生きるな、生きるな。1ターン多分耐えれるだろう。あ、私じゃないよ。エンパさんの方だよ。ん？誰に言っとる？メルコ、よう湧いてくるな。そうだ、なんか、火するもんな。案外こうでメルコとか使った方がいいってこと、コスト的には費用対効果高いで、初手よりここら辺のが向いとるか、実は。展開長くなるもんな、あれ初手に出てくるとどうしても。あ、水、風、水の方か。ここら辺の120前後ぐらいのコストって割と多分長く、あと大変かったな、大変かったな。さらにあれか、馬が来るんか。あれだろうね。これ見て思い出した。これを水変したりしてね、自分だけ倒れるような風にしとる人おった結構。うん。あれでしょ。馬うでしょ。馬うでしょ。馬うは二人だもんな。たげるのは。赤あかんもんね。そんでも、あれか、追撃したで。それでゴーがレンチャンで来るってことか。ああ、なかなかあれだな。耐え合戦になるな。うん。結構あれだな。私以外の構成の方がいいんかな、だからね。メルコを生かすとか、ここに水神だったか入れて、水変しながら、ビッセルか。あれでもコストどんなもん30ぐらいでしょ。そうすると、レストランが使えるもんな。いや、レストラン使いたいだけなんですよ。ただ単にね。敵に回すとでも5めんどくさいな、結構な。一人でもなんか、一人かかっとる誰か。インティがかかっとる。あ、でもそのあれだな。かなり無力化されとるもんな。どうでしょう、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 どうでしょう。地味になんかカウボーイがしれーっと生き残っとんだけど。このこれ、あれ、英語物語でありましたら見て思い出した。デザスターとカオスありますが、災害と混乱とかなんか難しい漢字書くやつ、混沌とかなんか、あれでも要解釈として間違える。どっちも一緒じゃねえかと思うもんな。災害も混乱も一緒じゃねえかと私の中で混ぜすぎなんかな。うん。なんかな。どうしたの？ん？どうしたの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 ？ゴって言ったでやめたってこと？え、そういうこと？ん？どうした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 ？そうか、最後にメルコ入れてもあれか。結構これによってあれだね、環境変わるんだな。私そういう使い方しんかったもん。Thanks。Thanks。どういう展開かわからんけど、なんかあれだ、なんかあったな。ああ、そうだな。費用対効果考えると、thanks。いいってこと？意外にっていうか。そうだな。39だもんな、コストがな。
どうでしょう、あれ今私3個そうしたか、押したか、喋っとってなんかあれじゃないか、あれだぞ、挨拶を書かしてかんぞ。ちょっとタイム、こっちって私ヴィッセル持っとったかな、あるね、39、これがあれか、メルコと一緒ぐらいか、水を3ターンだけど、あれか、水紙で2ターンやればいいところ、けあの継続させれば、でもあいつ結構水変化させて生き残っちゃうもんね、結構そうだね、これの水変引き継ぎか、さっきのメルコもありだな、メルコはそうだな、初手以外でもありだね、ここら辺使ってもね、ああそうか、コスト的なところ考えると、本日がちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、上にあるだろお前、121だね、そうだね、ここは減らすともうちょいあれか、あそうするとあれか、3939とかやると、例えばメルコ入れたりしてヴィッセル入れて水変とかってこともできるってことか、まあ、勝とうとするなら、いや勝とうとしてますよ、勝とうとするならそういうデッキも試したりしますけど、私は分かるでしょ、あちゃんとこっちもあれですよ、ちゃんと200もあれですよ、レストランを試したいからなんですよ、レストラン入れるとメルコもあれだもんね、ヴィッセルも入れれんもんね、コスト的に多分ね、そうすると出っ歯だらけになるもんねとまあこんな感じでやってきまして、こっちが微妙にランク上がったんか、向こう変わらんぐらい、さっき負けたで下がったぐらいか、そこまであれなんだな、ただこれ本日でもこれやっとと思うんですけど、この環境火風ですが、やっぱり風で火対策した方が結果的にあれなんだかなって、豪雨とかで対策した方が、初手とかでもそうですよね、だから火を避ける、だからメルコのが割と向いとるわね、あれだと抜けるもんね、ユカタン来てもね、で体力あると耐えるもんね、だからここで39使った時にあと何を持ってくだろうな、確かに向こうの人おったもんね、ここ進化パレンケで入れとったもんね、あれどうせマックスだもんね、最初に重き置いちゃうっていう手もまあ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 ありだよね、なかなかこれもあれだな、最適化っていうか答えがないもんね、ここら辺のコストね、あと全部が全部何、現実マックスのやつ突っ込めるわけじゃないもんで、その組み合わせもあれですわね、相手次第味方次第、まあもちろん問題のね、合っとる間違っとるとか、その回答順とかスキルとか、まあそこら辺もありますけど、なかなかあれだな、最適化っていうのはできんけど、費用対効果っていうのはでもあるだろうな、コストに対して、そういう意味ではなかなかメルコあれだね、ああやって見ると環境変えとるね、結構ね、ヴィッセルも使うの人多いしね、私みたいに逆にこれ使う人ほとんど見んもんね、そんな見んよね、そんな見んかったんですよ、エトナさんでも少ないかな、エトナさんよりメルコとかヴィッセルの方が多かったかな、そういう風に目で見とるでかな、まあ、もちろんここなりですよね、地獄スズメは定番ですけどね、とまあそんな感じでやってきまして、本日が5月5日南米、あんたさっき最初間違えてたのね、スペインだね、日にちは言えたけど、あれか、曜日とかあれか、ここで一致しんかってなんか他のこと考え出したんか。まあ何もあんた覚えんということで、そして明日ドイツ、インドネシアと、あと2日ですね、最終日ですね。今日ももちろんあれですよ、やりますけど。あとあれだな、どっかあれだな、無制限じゃないけど、割となんか派手な環境が欲しいな。ここら辺ためですね。これがあれだね、火風のどうだろう、コスト無制限とか、割と輝けんかなと思ったんですけど、ここら辺にもう入れてね。あれだな、ハマった時のためにあんたやっとるだけだもんね、トータル勝率で考えてどうなんだろう、まあそこら辺はねやってみればいいということでね、とまあそんな感じでいきましてね、明日どうでしょう、これ低コストとか挟むんかな、私全然レギュレーション見てないで、あ違う、見とるわあんた、ちょっと待った、見てますよ多分、これ明日じゃない、多分ね、ちょっと待ってくださいよ、確かねこれ日付順に私スマホでサファリ開くの嫌だもんで、パソコンの方で英語物語ググって一通りレギュレーション見て、確かこのこれコスト制限縛りそれ見て、確か一通りデッキ考えたはず、これ水の日でしょう、ちょっと待ってくださいよ、これゆる山だね、それでこれ今日でしょう、ってことはこれ明日じゃないの、これじゃないの、明日あんた考えたの、メルコ入っとるね、これなんだろう、風かな、どっちだろう、風限定かな、初戦に火があるから風だろうな、多分これコスト200ぐらい、なんでそこでメルコ入れたんだろう、これ吸おうとしたんかな、あんた多分そういうことかな、これそういうなんか感じがするんですが、これなんかあれだね、そういう匂いするよね、火に変えて、
あ、そう、見た、今日見た。火に変えてレストランで回復させてる人、確か見た。確か見た。これをあんた多分やろうとしたんだろうね。多分そうだよね、これね。ってことは、これが最終日ってこと？なんだこれ。これ火か。火限定ってことか。これで要は何、無双しようってこと？これでもここ入れとるってことはコスト無制限じゃないね、多分ね。無制限かな、これ。え、無制限だと思いますよ、これ。私も思い出せるんだけど。でも最後にジャージ入れとるってことはあれだな。こんだけ重いの200いくつもあるから。コスト280とかそんなんねえよな。コスト280なんかほとんど無制限だもんな。65人入れても300だから大体入るよな。あ、そうか。そんな風に多分そうだね、これ。こっちはもうなんかこれ。これなんだ、これ。これどっかのなんかあれだろうね。協力かなんかの集会だろうね、多分ね。このヘンテコなデッキはね。多分あんたの作り方そうだね。これ多分ね、2ターン耐えて、多分3、あの、ヘビで攻撃できて、ここでなんかあれじゃないの、多分。多分これ1人集会デッキじゃないはずね。2人集会ね。ここになんかバウアーおるのがなんか臭いよね。そうだね。なんかここら辺なんかおかしいな、これ、ね。多分そうだね。これ明日多分そうだろうね。と、まあそんな感じで本日は来まして。まあ明日、明後日と何個とか2日ね。今チケット何枚すんの？これ地味にログインボーナスでもらえるでいいですよ。てかお前なかなか終わらんねえ。なんかあれだね、終わりそうな気配見せて終わらんねえ。なんかねなかなかあれだね、なんかかまってちゃんみたいだね。そうだね、これ地味に美味しいですよね。チケットもらえるの、明日5枚、ここ5枚でしょう、10枚でしょう。それで次だってあれだろうね。私の予想は勝手なこと言ってるんですけど、多分このインドネシアなんか春夏じゃない、進化が来るからまた280枚ぐらいいるもんな。76枚、こっからなかなか増えてかんとこだもんな、チケットがな。60銭ぐらいだもんね。まあ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 あれだのが、そっからね、だんだん増えが遅くなってくもんな。でもあんた最高連勝14とかやってるから、意外になんか勝っとる時あるんだね。まあまあまあ、そこら辺はさておいて、とりあえずまあチケット貯めてね、インドネシアそうだな、次ぐらい絶対進化来ると思うんですけど、1回では無理だな、次のあれか、対戦イベントとかぐらいで150とかぐらいまで持ってて、そうか。まあ先は長いということで、とまあこんな感じでやってきました。やったんと終わる気になってね。なかなかあれだね。脳書きが長いねということで、まあとりあえずね、終わりましょうということで、はい、ということで、そんな感じ、終わり。